平島型総海底は、海上自衛隊の中型総海底の環級。ネームシップの建造単価は175億円であった。ホーミング機雷に対抗するため、優れた機雷探知能力を有する新型の水中高装式、機雷総統具を採用している。平成20年度より、FRP 戦隊の江ノ島型へ建造が移行した、ため調達は3隻で打ち切られた。 このため、三番艇の高島は最後の木造船体の総海底となる見通しである。1991年の自衛隊ペルシャ湾派遣の教訓から特に機雷相当に関する能力向上のため、海上自衛隊では1994年度計画以降の建造艇についてイギリス海軍のサンダウン級に反を取ったすが、島型とした。しかしサンダウン級は、 基本的に総会能力を持たない、嫌い相当専用艇であるのに対し、日本周辺海域は、嫌い相当には適さないデ質の海底が多く、爽快能力の放棄は許容できなかった。このことから、同級にもオーストラリア製のリアード艦王総海軍による総会能力が付与されているが、時期管理の問題から常時搭載ではなく、 必要に応じて、洋上で母艦などから受け取る方式とされたため、運用上制約が大きく、また機動性にも制約を与えるものであった。このことから、総海軍の自定搭載を実現するとともに、菅島型に装備された、海外製の機雷相当システムと同等の性能を備えた国産システムを搭載した、新型総海艇として建造されたのが本級である。船体設計は、 オおムね、ブわ島型に類似したものに戻っており、線形は朝鮮しろ型、船体形状も角型とされている。使用樹種は、宇和島型で確立された手法を踏襲して、下記のようになっている。主機関としては、62msc で採用された 6M9 の非磁性ディーゼルエンジンが踏襲されたが、出力は1100バリー機に増強された。また、自走。 VDS といえる s 1 0の採用に伴い、これと長時間低速で並走することを想定して、菅島型で採用された補助電気推進装置の出力を増強している。これにより、同型では、相当時に限られた電気推進を、総快時にも使用できるようになった。また、菅島型と同様、低主部に水噴射式、バウスラスターを、低微部には、 プロペラシリングダを備えている。これらは自動送管装置によって制御され、送開時の航路保持、送当時の定点保持で求められる、精密な送管を実現している。本型では統合化電源方式が採用されており、次期送開時の電源とその他装備の電源を統一して主発電機とし、送開発電機を省いている。このため、電源ノイズ対策として、 爽快電源は分離母船によって汎用負荷と切り離されている。また主発電機は菅島型では主船体内の溶石不足から船頭内配置とされていたのに対し本型では後部甲板面積確保のため二重防振を施した上で主船体内に配置されている。本型は全体に刷新された待機来線システムが搭載されている。 また水中処分員の再圧タンクもこれまでの一人用から二人用に変更されている。本型の待機来線システムの中核となるのが1区 -201 総改定情報処理装置である。これは菅島型で搭載されたイギリス製のノティス M に半を取って一部を除き国産化されたものであり S-10 操作用コンソール、機雷探知機用コンソール、 CIC 式関用、コンソール、環境コンソール、及び司令部 CIC コンソールにより構成されている。S-10 等の武器管制機能のほか、公開情報管理、また、待機来線計画、評価支援機能を備えている。機雷探知機としては、ZQS-4 が搭載される。菅島型では、可変振動式の2093型が採用されたが、 本型では従来通りの船底装備式とされた。これは、水中高層式機雷相当ナ S-10 が、機雷探知機としての機能を備え、探知最適深度で運用されるために、海面付近の比較的浅い部分が四角となりやすい、ことから、これを補完して運用するためのものであった。また、作戦海域改定の事前調査用としては、サイドスキャンソナー4型が搭載される。 上島型で搭載された2型と比べて、クライン5500の採用によって、マルチビーム化したことで、より高速での捜索を可能としている。相当具としては、新規開発された水中高層式機雷相当具 S-10 を搭載している。これは、従来の機雷探知機、可変深度ソナー、機雷処分具の機能を兼ね備えて、探知、類別、 処分の全工程を実施できる自己完結型システムとなっており、アメリカのマーク60キャプターや旧ソ連の PMT-1 などホーミング嫌いに対してその攻撃範囲以外からの処分を可能としている。薬島に搭載されている小型係総海具1型。ありがとうございます。